秋吉康介は福岡県久留米市出身のオートバイレーサー。2010年2011年の全日本ロードレース選手権 JSB1000 クラスチャンピオン。HRC のテストライダーを務め、モートジッピーマシンの RC212V の開発にも携わっている。7歳の時にポケバイでレースデビュー。1993年18歳の時にロードレース。 九州選手権にデビューを果たす。同時代に九州選手権を戦ったライバルとしては、熊本のチーム高武氏に所属していた加藤大二郎、玉田誠らが挙げられる。翌1994年には SP250 クラスで勝利を重ね、シリーズ2位に入った。1995年には鈴木と契約を結び、全日本ロードレース選手権 250cc クラスに、 スポット参戦でデビューを果たす。年間ランキングは24位だった。翌1996年も同クラスにスポット参戦し、第8戦鈴鹿では3位表彰台を獲得、シリーズランキングは11位に入った。またこの年は鈴鹿8台に山口志藩とペアでギャッツビーレーシングから GSX-R750 を買って初出場。 17位で完走を果たした。1997年は SB クラスに移り、ラッキーストライク鈴木チームから出場、年間ランキング10位に入った。鈴鹿八隊にも、同チームから藤原勝明とペアを組んで参戦したが、総合43位に終わった。翌1998年からは、ロードレース世界選手権 500cc クラスを戦う、RGV ガンマ500の 開発ライダーを務めることになり、レースの表舞台からは一時退くことになった。2002年以降は、モートジッピーマシンの GSVR の開発を担当した。2005年、秋吉は GSVR の開発を続けながら、吉村鈴木チームから全日本 JSB 戦クラスに、スポット参戦、久々にレース復帰を果たした。復帰戦ではいきなり、 ホールポジションを獲得し、周囲を驚かせた。最終戦モテギで優勝を果たし、年間ランキングは11位に入った。翌2006年は、吉村鈴木から JSB1000 クラスにフル参戦し、シリーズランキング4位に入った。そして、ロードレース世界選手権、第15戦モテギ、GSVR を買って、ワイルドカード枠で、モートジッピーデビューを果たす。 予選12番手からスタートし、決勝は13位、完走、3ポイントを獲得した。2007年も j s b 戦への参戦を継続、ランキングは17位に終わった。またこの年は10年ぶりに、鈴鹿8体に参戦、吉村鈴木ウィズジョムチームで、香山幸男とペアを組んで、g s x r 戦を借り、見事総合優勝を果たした。さらにこの年にも、 ワイルドカード枠で、リズラ・スズキチームからモートジッピーに2戦出場、ヘレスでは17位完走、モテギでは13番グリッドから、レギュラーライダー勢を、次々とオーバーテイクし、一時4番手まで浮上する、活躍を見せるが、メカニカルトラブルで惜しくも、リタイアとなった。2008年は、吉村・スズキ・ウィズジョモチームから j s b 1 0 0 0 s 戦、シーズン3勝を挙げ、 シリーズランキング5位に入った。また、鈴鹿8体にも前年と同じ体制で出場し、総合4位で完走を果たした。モートジッピー第15戦も手ににも3年連続でワイルドカード参戦を果たすが、1周目に転倒をきっしりタイヤとなってしまった。2009年2009年からは、長年所属した鈴木を去り、新たに HRC のテストライダーを務めることになった。 モートジッピー開幕前のヘレステストでは負傷したダニペドロサの代役を務め、ゼッケン64のレプソルホンダ RC212V を走らせた。全日本ロードレース選手権はチームソニックレーシング、ホンダチームから JSB1000 クラスで CBR1000RRK を買って、鈴鹿限定でのスポット参戦となり、第2戦でポール・トゥ・ウィンを飾った。鈴鹿8体には、 伊藤真一とのペアで出場することとなり、前哨戦の鈴鹿 300km 耐久ロードレースでは優勝を飾った。八体ではポールポジションからスタートし、ホールショットを取り独走体制を築いていたが、2周目の S 字コーナー1つ目で点灯。さらにその週ピットロード入り口で2度目の点灯をする。その後、猛烈な追い上げを見せ9位で完走を果たした。 全日本選手権の最終戦鈴鹿では、ウェットコンディションで行われた、レース2で優勝。結局このシーズンは出場した3レース中2勝を収めて、シリーズランキング10位を記録した。2010年2010年シーズンは、全日本 JSB1000 クラスに、チームソニックレーシングチームから全戦参戦できる、こととなった。秋吉は得意の鈴鹿で行われた3レースすべてで、 勝利を挙げるなどの活躍を見せ、自身初のシリーズチャンピオンに輝いた。鈴鹿8体には、ジョナサン・レイとペアを組んで、出場、序盤にストップゴーのペナルティやレイの点灯によって、会に沈むが、その後両ライダーが、好タイムを連発し、最終的には3位表彰台に立つ活躍を見せた。またロードレース世界選手権、第5戦イギリス GP での点灯により、 追骨骨折の重傷を負った、青山博和の代役として、インターベッテンホンダチームから第6戦、ダッチ TT、第7戦カタルーニャ GP の2戦に出場。両、レースともポイント圏内で完走を果たした。この年の7月、浜松市に結婚相談所、浜松婚活サロンメールがオープン。 秋吉はその店のオーナーを務めることとなり、オートバイレーサーとしては異色の婚活ビジネス進出を果たした。2013年全日本 JSB1000 クラスで開幕に連勝を挙げるも、第4戦つくばで転倒、左大腿骨骨折の怪我をする。シーズン中盤及び、鈴鹿八体を欠場するも、岡山戦で復帰。そこで金曜フリー走行で、 トップタイムを出しながらも予選で転倒。鎖骨骨折をしてしまう。1ヶ月後の最終戦鈴鹿で復帰し、2分6秒台のタイムをマークするなどの活躍を見せた。2014年全日本 JSB 戦クラスの第一戦鈴鹿に、スポット参戦。中盤まで1位で走行するも、途中でハイサイドを喫し、中須賀克行、高橋匠に抜かれ3位。 鈴鹿八体では、スターティングライダーとして、雨の中、圧倒的なペースで1位を独走。ジョナサン・レイと共に順調に周回を重ねる。しかし108周目に 130R で、スリップダウンにより、激しく転倒した。左太ももを痛めたが、ピットまで戻ってきた。チームはマシンを修復し、ザネッティとレイで完走した。2015年チームソニックレーシングを去り、 au& テラールコラトに移籍して全日本にフル参戦。HRC からワークスマシンを対応されていたチームソニックレーシング時代と違い戦闘力の劣るキットバイクでの参戦となったが雨の過ごせみたいでは予選で一時トップタイムをマークするなどベテランらしさを見せた。ありがとうございます。